ました真島の兄さん、真島の兄さん、飛龍ちゃん、おい、どこへ行く？勝手に動くな。何があったんだ？うまいことはめられてしもうた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた？大吾や。なんだって？堂島大吾や。大吾が？おい、勝手に話すな。そこの君を下がりなさい。法務執行妨害で逮捕するぞ。急ぎや桐生ちゃん、全部の事件はつながっとる。25年前のやつも100億の事件も安子ちゃんのやつもや。なんだと？このままやと俺らの登場会が潰されてまう。それに今は安子ちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。そうか、真島を逮捕したか。分かった。あ、冴島靖子の捜索はもう手配済みだ。あとは例のファイルが今どこにあるか、それを探し出せ。あ、頼んだぞ。それじゃあ、あなたのご協力で真島を逮捕することができましたよ。これで真島組の邪魔が入らない。感謝します。さあ、あとはあなたがどう決断するか、それだけです。数日前の上野清和会との抗争、それに5年前の100億事件、全てがあなた方によって仕組まれていたことだったとは、未だに信じられません。だがそれが真実です。もう迷ってる時間はありませんよ、六代目。私はね、堂島さん、極道組織というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。敗戦後、日本という国の復興を陰で支えてきたのは警察と極道です。それは間違いありません。我々警察は目に見える犯罪から一般人を守り、秩序を築いた。そして極道は目に見えない外敵を水際で叩き、この国を独立国家として成り立たせた。だからね、私は警察だけが正義だなどと言うつもりはありません。警察と極道は今の今まで常に表裏一体、共に同じ道を歩んできたのですから。だが時代は変わった。本来裏の顔であるはずのあなたたちは、組織が巨大化するにつれ本来の立場を忘れ、表の世界に出るようになった。金を稼ごうとする者も増えてきた。巨大な組織には金が必要だ。しかしそれでは何かとお互いに都合も悪い。だから私はそれを本来の形に修正したいだけなんです。あなたさえ良ければ上野清和会は責任を持って潰します。公の力を使ってきれいにね。裏を取り仕切る組織はあまり多くない方がいい。その条件が荒いというわけですか。ええ、この荒いを新たに若頭に昇進させて、我々との窓口にしてほしい。組織の運営は荒いが取り仕切ります。あなたは6代目として東条会を守ることができる。どうでしょう。あなた方東条会としては本来敵であるはずの我々と手を組める。悪い話じゃないはずですが。上野清和会はどうするつもりなんですか。あの葛城という男がバカでないなら、おそらく彼らは彼らで動き出しているはずだ。私以外の警察上層部との取引の材料を確保するためにね。材料。25年ぶりの再会だな、冴島。葛城。年は取ったがその目は変わらないな。なんでお前がここにおるんや。話すのも面倒なくらいいろいろあってね。ま、あんたもいろいろ真島さんから聞かされただろう。お前の目的は何なんや。俺のこと拉致して何になるんや。まあ心配するな。すぐにあんたを殺そうってわけじゃない。あんたにはまだ生きていてもらうよ。どうせ殺すんやったら早うやれ。この世にまどろっこしいことして時間使うぐらいやったらいっそ死んだ方がマシや。ほう、随分と潔いな。覚悟はできていると。当たり前じゃボケが。俺は死刑囚や。25年前のあの日、18人も殺した時から覚悟はできとる。18人殺したね。何がおかしいんじゃ。あんたは何にも知らなかったのか、あの25年前の事件。お前は誰一人殺してない。何言うとるんや。俺なんだよ、18人殺したのは。お前は誰一人殺すことすらできなかった。ただの間抜けだ。どういうことや。どういうことなんや葛城、説明せえ。まあそのことは後でゆっくり教えてやるよ。時間はたっぷりあるからな。何する気や。俺としたことがちょっと計画が狂ってしまってね。最初は警察とつるんでこの上に立ってるビルをいただくつもりだったんだが、予定を変更せざるを得なくなったんだよ。荒井って男のせいでね。洗いやと。洗いて木戸の兄貴分。どういうことや。まあ事情はゆっくり話すとして、あんたとあんたの妹さんにはまた協力してもらうよ。妹やと。お前安子をどうするつもりや。おっと、まだそんな元気があるのか。安心しろ。あんたたちは今の俺たちの生命線だ。殺しはしないさ。あんたたちと例のファイル、それに有り余るほどの軍資金さえ手に入れれば宗像など用なしだ。どうだ、金の方は準備できたのか。ええ、スカイファイナンスの隠し金庫にあった現金1000億、無事強奪に成功しました。お前はお久しぶりです、冴島さん。誰かいるのか。やばい、誰か追いかけてきたみたいだ。ああ、一旦身を隠そう。どうやらすぐそばまでやってきてるな。ああ、上野の連中かもしれない。ここは俺らで食い止めるしかないだろうな。ああ、安子さん、あんたは先に行ってくれ。え、行くってどこに？この奥さ。奥？ああ、実はこの下水道、サイの河原って言われる場所につながってる。サイの河原？あんたもカムロ町に住んでたんなら聞いたことくらいはあるだろう。あのホームレスのたまり場だった西公園の地下のことだよ。どうしてそこへ？数日前、そのサイの河原であんたの兄貴らしき人を見かけたって情報があってな。昔のホームレス仲間から聞いた。今ならまだ間に合うかもしれない。追っ手の連中は俺らが食い止めておく。だから早く。これはもしものことがあったら使ってくれ。もしもの時のためだからね。それじゃ秋山さんも谷村さんも気をつけて。ああ、それじゃあ。お前ら上の清和会のやつか、それとも宗方の使いのやつか。何を言ってるんだ。あの女をどこにやった？リリちゃんならとっくに行っちゃったよ。何？おっと、ダメだよ。これ以上先には行かせないよ。安子さんには指一本触れさせない。さっきから何を言ってるんだ。俺はあの女を守る必要があるんだ。お前らに用はない。守る？なんだそりゃ。誘拐するじゃないの？それはお前らの方だろ。すべこべ言わずに道を開けろって言ってますけど。どうするよ谷村さん。口では何とでも言えるさ。あれが今は誰も信用できない。もし安子さんを追うっていうなら話し合う余地はなさそうだな。ああ。説明は後回しだ。お前らは悪いやつには見えないが、少し痛い思いをしてもらうぜ。言うね。さあ、こっちはいつでもいいぞ。覚悟はいいな。行くぞ！さあ、これで文句はないな。通させてもらうぜ。くそ、何なんだあいつは。遅いんだよ桐生。一体これどうなってんの？安子さんは連れて行かれちまったよ。誰にだ？桂木やつに。はっ、くそ、どうなってんだよ。じっとしてろ。だが最近の刑事ってのはこんなに軟弱になっちまったのか。しかしまさかこんなとこにあの大先輩がいるなんて思いもしませんでしたよ。ある意味ここ数日で一番の驚きです。何言ってんだ、元刑事が分野でクラブの手伝いしてちゃ悪いのか。いや、ただこの数日間毎日が信じられないような出来事の連続で。お、カイチさん、どうだったんだお前さんの店の様子は。はあ、ダメ、まんまとやられちゃってましたよ。ああ、せっかくコツコツ貯めた金だったのにな。これじゃあまた一からやり直しだっての。やっぱり金盗まれてたのか。ええ、きれいさっぱり。いくらぐらいだ？1000億。はあ、1000億？本当なのか。ああ、俺も最初は信じられなかったが、どうやら本当らしい。どういうことなんですか秋山さん。いやね、実は俺の店でっかい隠し金庫持っていてね、そこに入れておいた店の金が全部持っていかれちゃってたのよ。誰に？検察っていうか多分木戸ちゃんに。え？木戸って新井の兄弟分のチュースってん誰もいないか。ふう。六法全書か。やっぱ秋山さん頭いいんだなあ。なんだこりゃ。おい、ちょっとやべっ、どうなってんだこれ。うわやべ。ああ、もう。ただいまー。ってあれ？もう社長またドア開けっぱなしなんだから。ああ、木戸さん、ごめんなさい。ちょっと買い物に行ってて。ああ、すいません。勝手にお邪魔してます。何？で、これからどうするんだ、お前ら。冴島と安子を取り戻すつもりなのか。ああ、それしかないだろうな。だがどうすればいいんだ。金はすでに葛城の元にある。やはり奴らの居場所を探して、直接攻め込むしかないのか。いや、策はある。ん？これって何なんだ。動かぬ証拠というやつだ。おそらく宗像も葛城もこのファイルの行方を追いかけている。これを使えば奴らと取引できるはずだ。葛城か。谷村じゃないのか。俺は桐生ってものだ。今訳あって谷村の電話を借りてお前に電話している。桐生、まさかあの4代目の桐生一馬さんですか。そうだ。これは驚きです。それで私に何か用でも。冴島大河と安子のことだ。さあ、何の話だか。とぼけるな。お前が冴の河原から連れ去ったということは分かってるんだ。それがどうした。お前と取引がしたい。お前が今一番欲しがっているはずのものが今俺の手元にある。冴島が浜崎と脱獄した際手に入れた例のファイルだ。お前が手に入れたいものというのはこれなんじゃないのか。違うというのなら構わない。この話は忘れてくれ。それじゃ。待て。どうしてお前がそのファイルを持ってる。受け取った。沖縄で浜崎から直接な。そのことを知っているのは俺と浜崎。あとは今、俺の周りにいる人間だけだ。宗方は知らないんだろうな。宗方？副総監の宗方だ。ああ、知らないはずだ。わかった。いいだろう。取引の内容は冴島大河と安子の身柄、あと木戸が奪ったスカイファイナンスの金、1000億だ。伝説の極道ってのも交渉事は不得意のようだな。そんな取引じゃ俺は動かない。交渉ってのは心理戦だ。わざと相手に有利な条件を提示することで、相手の興味を引き出す。そういうもんだろう。なら、どうすればいいんだ。そうだな。わかった、こうしよう。今日の取引、お前一人で来い。一人？そうだ、一人だ。しかもお前にはボロボロの状態で取引に来てもらう。どういうことだ。ちょっとした余興をやってもらうってことだよ。あんたの好きな殴り合いってやつをね。何？取引の場所はカムロ町ヒルズの屋上にしよう。俺は冴島と妹、さらに1000億を用意してその屋上で待つ。あんたには屋上にたどり着くまで、上野清和会の人間を全て倒してから来てもらう。なんだと？あんたが屋上にたどり着けるか、それとも先に死んでしまうか。俺としてはどっちでもいい。これなら俺に有利な条件だ。もし俺が屋上までたどり着いたら。そん時はちゃんと取引させてもらうよ。ただ、たとえそうなってもあんたにはもう俺を殺す余力は残ってないはずだ。それなら俺も安心だ。分かってくれよ、桐生さん。俺もさ、長生きしたいんだよ。あんたや冴島みたいな化け物、2人も相手してじゃ、命がいくらあっても足りない。世の中には、錦山や郷田隆二みたいな、今まであんたが相手にしてきた男気あふれる極道じゃない人間もいるんだよ。さあ、どうする？わかった。行こう。何時に行けばいい？夜22時だ。俺も死体じゃない、生きたあんたに会えることを楽しみに待ってるよ。それじゃ。暇つぶしになりそうだぜ。次。まさか本当にここまで来るとは。伝説の極道ってのはこういうもんなのか。ゲームは終わりだ。取引に応じろ。まあいいだろう。約束だからな。俺は男気はないが仁義は守るよ。お前が欲しがっているファイルだ。早くその二人と1000億を渡せ。まあ焦るな。1000億なんて大金、そうそう簡単に運べるもんじゃない。そろそろここに届くはずだ。お待たせしました。お約束の現金1000億です。お前がヒロか。桐生一馬さんですね。こうしてお会いできるなんて光栄です。さあ役者は揃った。それじゃそろそろ取引に入ろう。ああ、物々交換としよう。まずは冴島靖子からだ。あんたはその場から動くんじゃない。木戸がそっちに行ったら、その女と引き換えにそのファイルを木戸に手渡せ。ファイルの中身を確認したら、冴島と1000億をここに置いたまま俺たちは帰る。分かった。さすがだな。こういう場でも動揺一つ見せないとは。まあいい、行け。ごめんね。ファイルを。大丈夫か。ごめんなさい、私が言うこと聞かなかったから。もういい。兄貴とは話せたのか。ええ、長い時間一緒に監禁されてたから。そうか。おめでたいやつらだ。まさか本当に生きてここから帰れると思っていたのか。葛城、木戸、撃て。そういうことです。お前はあの人、荒井って人。荒井だと？桂木さん、俺が兄貴のことを裏切るとでも思ったんですか？兄貴、これを。さすが俺の兄弟分だ。よくやったな、木戸。はい。兄貴。あれ？飛龍一馬さんですね。東上界柴田組金村工業若頭の新井です。こうしてお目にかかれて光栄です。何ふざけたこと言ってんだ。お前、自分が何をしているのか分かってんのか？お前は今自分の兄弟を裏切ったんだぞ。それがどんなことか分かってんのか？ええ、分かってます。十分なほどにね。おい荒井、東上界はお前に渡さねえ。何があろうと俺が食い止めてやる。いいな？遅すぎるんですよ。あなたはいつも遅すぎる。だからこうなるんです。それじゃ。お兄ちゃん。けえ、安子、はよせ。まだ奴が生きとる。桂木。ねえ。よくわかったな。25年前よりは利口になったじゃねえか。なんやと。結局お前は誰一人殺せなかった。最低のヒットマンのくせにな。笹井もかわいそうだな。お前みたいな間抜けな子分を持って。うわ！会えたわ。お前のようなカス殺す気もせん。一生そこで寝てろや。うわっ！キング！安子、おい、安子、安子ちょっと待っててね。安子、おい、お前何してんねん。おい、なんだお前は。お父さんの無念を晴らすため私に託されたものだったのね。おい、何してんねえ。来ないで。ありがとうお兄ちゃん。たった一日だったけどお兄ちゃんと話せて嬉しかった。安子、お兄ちゃんは無実よ。でも私はたくさん人を殺してしまった。だから私にやらせて。 やめろ。こんな形でしか恩返しできない私を許して。安子！おい、安子？安子！返事してくれや！おい！安子、おい！ああ！